皆さんこんにちは。今日はですね、今回はですね、マスク機能を使った映像のちょっと編集についてお話ししたいと思います。以前に海のですね、水平線のところから文字が出てくるようなね、編集の仕方したことありますが、あれもね、一部マスク機能を使いました。で、今日はですね、同じようなマスク機能を使うんですが、その他にですね、レイヤーを今日はですね、複数使って、その小名浜のマリンタワーというね、あのタワーの周りを文字をこうね、表と裏を通ってという文字がこう、なんていうんですかね、回転するような感じの、ものを脚色して編集、作ってみたいと思いますね。では早速始めたいんですが、その前にね、どういうものかサンプル作りましたのでご覧になってください。マリンタワーの前を文字が行きました。で、今度後ろの方を通っていくというね。で、最後に、タイトルが出てくるという、こういうふうなものですね。これを作りたいと思います。では早速ショットカットを起動します。はい、じゃあここへですね、マスク、練習。それで開始しますね。じゃあまずね、今回は材料を用意しましたので、それをプレイリストに入れたいと思います。このプレイリストをクリックしてですね、ここに材料を入れたいと思います。使うのはこのマリンタワーの写真、それからですね、文字ですね、これね、文字の画像を3つですね、これだけですね。で、この文字はですね、Windows に標準添付されているね、いわゆる、画像の、あれありましたよね、ソフトがね、この涙の模様みたいなやつ、3D のあれですね、画像作成ですね、これを使いました。どなたでも簡単に使えます、これは。ではね、早速始めます。今タイムラインにこれなってますね。じゃあ、ベースになる画像、マリンタワーを入れました。これ秒数ね、12秒ぐらいにしておきます。それから今日はレイヤーね、文字を入れるレイヤー3つ使いますので、この他にですね、レイヤーを3つ作っておきます。右クリックですね、この V1 の上で右クリック、トラック操作、映像トラックの追加。それから V2 の上でやはりトラック操作、映像トラックの追加。はい、V3 の上でトラック操作、映像トラックの操作。これでね、3つレイヤーが追加されました。1、2、3。で、最初の1つで4つですね、動きね。じゃあ2番目のこのレイヤーを選びましてね、ここですね。選びまして、ここにですね、まずこのマリンタワーの前を横切っていく文字を入れたいと思います。このマリンタワー行くというものがそうなんですかね。同じ時間の長さに揃えておきます。はい、じゃあこの画像を選択した状態でフィルター、編集でここのサイズ位置回転を選びます。するとね、こういうふうな、周りにポッチのついたね、こういうふうな状態になりました。これちょっとね、絵のサイズを小さくします。で、この文字はですね、この辺からこうずっと流れていく感じに使いたいです。前をね、そういう感じに作ります。じゃあまずここからスタートします。それでですね、はい、ここの時計のマークキーフレームというんですか、マークをクリックします。それで5秒後にですね、最終段階のここまで取ってくるように、最終段階ここまで移動します。はい、これでいいですね。そういうふうに移動するから、今カーソルを前に戻して行ってみますね。はい、動いてきました。これ開始位置がちょっと私先頭になってなかったようですね。もう一度、設定し直しますね。キーフレームのマーク解除。はい、最初からやり直しますね。一番最初。で、キーフレームのマークを押して5秒後。それで、これで OK ですね。今度は大丈夫かな。すぐ移動し始めると思いますね。あれ？
起動しないですね。どうしたんだろう。こういうことあるんですね。もう一回最初からね、これ移動のやつ一旦キャンセルしてもう一度移動を選びます。やり直しますね、最初からね。はい、最初はここ。で、キーフレームのボタンを押して、5秒後に、ここに来ると。そうですね、いいでしょう。で、これでやってみます。はい、動いてきましたね。はい、来ました。いいでしょう。じゃあ、タイムラインに戻りまして、3番目ですね。3番目の今度、レイヤーに、文字がね、いったものが戻ってくるような動きにしたいんですよね。で、3番目にはですね、はい、プレイリストで材料を表示して、ここから帰りの文字が来ます。バリンタは帰ってくれてあります。で、これはですね、前を通っていく文字が5秒かかって行き過ぎました。ですから、これはね、開始5秒、ほとんど5秒よりちょっと前ぐらいのところですね、ここ。から、最後までというふうな時間設定にしておきます。で、一番ここの、今、先頭にカーソルを戻しました。それで編集をします。はい、これいいですか？ここね、選択して、フィルター。編集ボタンのプラスで1、サイズ1回転。ですね、これはですね、ちょっと最初大きくしましょうね。ここから戻ってこういう風に戻ってこっちに行くようにします。で、この辺通るとこ大体覚えててください。ここにマスクかけますんでね、そのタワーの影に通る格好にしますんでね、ここですね。そして、はい、キーフレームで5秒で抜け切っちゃうという風にします。この辺通しまして、こう抜け切りにします。はい、これで OK ですかね。じゃあ、そうなるか動いて、今ね、再生してみます。ね、動くところ、だいたいここですね。いいでしょう。はい、できました。じゃあ、タイムラインでまた全部戻って、今度4番目ですね。4番目はですね、ここにですね、はい、プレイリスト材料のあるところに戻って、これはね、三崎公園のこのタイトル入れます。タイトルは先頭からでいいです。タイトルもそうですね、抜け切ってからの方がいいですかね、出るのね。じゃあこの入りの文字と開始を同じくしますね。はい、出てきました。これはね、下から上に出るようにします。はい、ここを選択してフィルタープラスボタン、サイズ1回転します。ちょっともう少し画面小さくしますね。これはですね、ここから、いや、これは真ん中から、あれですかね、小さい状態から大きくしますかね。前そういうこと使ってしたことないですもんね。これはじゃあね、こう小さくします。小さくも文字が見えないほどにします。それでこの辺から文字がね、ふわっとこう大きくなってくるようにしますね。はい、それでキーフレームを押して5秒かかって真ん中に出るようにします。これね、矢印こう変わったところで大きくなります。このぐらい大きくしますか。このぐらい真ん中にしますかね。はい、いいでしょう。じゃあタイムラインに戻ってね、全部ね、動くかどうか確認してみます。先頭これ、カーソルもっと前に戻します。いきますね、画面見ててください。はい、文字が行きました。帰りの文字が今度出てきます。ただ帰りの文字がね、ここマスキングしてないですから、やっぱ前通ってっちゃいましたよね。これではいけないんでね、直します。あら、文字が小さくなってますね、これね。このタイトルの文字、これやり直しですね。ねえ、もう一回やり直しますけどね。はい、ここ、キーフレーム解除して、ここの大きさでいいですね。サイズにつけて、キーフレームやって、このままですね。これ大きくなる。大きくなる。ですよね。
て早かったですね。ちょっと待ってください。タイムライン読んでおきます。これですね、回収はここからにしますね。ちょっとこの抜けた文字よりも遅くします。ね。この段階でもう一度これやらせて、ここにしますね。もう一回解除して、この一番先頭の時にあったとにかく文字が小さいですからね。文字がほとんどもう見えないくらいまでして、これで、はい、キーフレームで、これは時間設定と言うんです。ここの最後でいいですか、最後の頃に大きくしましょうね。ここにして1が来るということでいいでしょうかね。ちょっとやってみますか。あ、これならいいですね。はい、いいですね。できました。じゃあタイムラインに戻ってみんなを表しますね。今度ね、マスク作るんですが、マスクはですね、この戻ってくる文字、この2番目の文字ですね、のいわゆるレイヤーの部分にマスクかけますので、ここの戻ってくるレイヤーの3番目ですね。ここを選択して、この編集からですね、マスクというのを入れます。マスク、マスク、マスク。ありましたこれね。マスクシンプルな付け。そうしますと、こういうふうに黒が出てきましたよね。で、これね、これ通るとこだけ隠せばいいので、ちょっとね、これ幅、もうちょっと高さで幅を、画面見ててくださいね。もうちょっとこのぐらい。それから幅はもっと狭くてもいいか。このぐらいですかね。それで1、これ上は1ですね。高さもっと。この辺でしたかな？幅もうちょっとありましたか？これでありすぎますね。これ大体でいいですよ。大体で。水平をちょっとこのぐらいでも十分ね、裏を通るような感じにはできると思います。大体ね、水平で、これでやってみましょうか。それで、この黒をですね、隠すのには前にもやったと同じです。上書きでなくて、ここ減3にしてると消えます。じゃあ、ここやってみましょうかね。これ、この文字の先頭のところにカーソル戻して、やってみますよ。裏を通るような感じにできているはずです。よく見ててください。できてますよね。まあ、大体ね、ここ細かく言えば、もうちょっとね、ちょっと画面を拡大してみますが、これじゃちょっと見えないですかね。細かいこと言えばね、ちょっと今ね、減算じゃなくてもう一回ね、上書きで黒いの出してみます。細かいこと言えば、ここに三角形を作って、ここも細かく三角形を作ってね、この塔のところと、文字が重ならないようにするためには、三角形作ってやればいいんですよ。これ今図形四角形になってます、ここね。ここでね、三角を作ってやることもできます。こういうふうにね。新たにですよ。これは今、四角形作ったからいいんですが、四角形そのままでいいんですが、ね、この場合にはもう一つ、マスクシンプルな図形をもう一つ作りましてね、これを三角形にしてですよ、やれば、ここの四角形と三角形を合わせることによってですね、できる、することはでき、隠すことはできます。で、この三角形もね、形いろいろ変えられますんでね、いろいろ変えられますんで、回転をしたりね、いろんな形の向きとか変えられますんでね。で、今回はこれ使えませんけどね、アバウトでやるようにします。だから、自分でほんと厳密にやる場合には、三角形と四角形をね、組み合わせてやれば、ね、今回四角形しか使えません。もうちょっとこれ、もうちょっと幅広げますか、じゃあ。幅を広げて、隠れるようにすると大丈夫かな。これだったら、これだったら大丈夫かな。はい、それで上書きから減算にしますね。ちょっとこれ拡大したまま見てみるとよくわかると思いますね。は
ここに文字今通しますよ。見ててください。うん、まあこれなら大体いいでしょうかね。厳密にやるんであれば、先ほど申したように三角形と組み合わせてね、もっと画面も大きくして作業もできますから、これね、大きくしてね、このここでカーソルでもその場所とか動かしながらできますんでね。今回はアバウトにやっておきますね。はい、これでできました。じゃあ最初から通してみますね。はい、前を通りました。この返ってくる文字は後ろ通ってきますよ。通りましたよね。そしてタイトルが出てくるという以上ですね。まあこれね、複合的によくこういうふうに組み合わせて使うこと多いんですよ。だからこういうのも慣れてしまうと、私はね、このショットカットってソフトは非常に使いやすいんじゃないのかなって考えてますね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。